すごいですね。広くて綺麗な。あとはもしや熊谷じゃない。熊谷。なるほど。世代には本当にこれ。こんにちは。ユニテハウス仙台の斉藤です。荒川です。今日はですね、鶴ヶ谷8丁目の建て売りのですね、はい、周辺散歩、服部さんと鈴木さんがおじ散歩してもらったんですけど、はい、今日は初代おじ散歩ということ で、ね、私斉藤と荒川さんの方で、はい、ちょっと肉付け動画見ながらですね、ちょっとコメントなんかをやっていきたいなと思います。なんか今日元気ないですね。いや、実はですね、はい、さっきジムの課長にですね、書類の不備が多すぎるってめちゃめちゃ怒られましてですね、ちょっとテンション上げていきます。はい、よろしくお願いします。いいですね、おじさん感、ベテラン感がとって出ますね。服部さん、何さくらちゃん乗せてるのか。乗ってますね。結構やっぱ鶴ヶ谷ってあれですよね、周辺環境的には非常に、そうですね、子育てにもやっぱりいいですよね、はい、イメージしやすいですよね。そうですよね、はい、でも駅から5キロ圏内って結構そんなんでもない。あ、でも大通り近いですからね。まあそうですね、はい、今回2棟とも建て売りさせていただきましたけど、やっぱり外観とか、はい、あとは庭の作り込みとかもこう全然違う、そうですね、うん、ものにしてますよね。庭の作りは全然違いますね。全然違いますね。ちょうどここあれなんですよね、玄関が道路側じゃなくて、はいはい、こうちょっと入ってったところになるので、はい、アプローチ部分っていうか、はい、その辺を無機質にならないようにっていうところが最初の入りでしたよね、はいはい、でもここはもう周りの住宅も品があって非常になんか、はいはい、そうですね、はい、結構周り見るとやっぱり大きいこう邸宅みたいなお家結構多いですもんね、はいはい、ここも多分2つ並んでますけど、はい、仙台市内で大きい方の分譲地ですもんね。そうですね、80、90近くとか、ちょっとこう外構作り込んでて、あれ中どうなってんのかなっていう、この そこら辺ってやっぱ高級感とかにつながりますもんね、はいはい、なるほど。そっか、だからこうやってシンプルでスッキリとした見た目になるんですね。ちょっと他の家も意識して見てみたいと思います。そっか、そうなんですね。ありがとうございます。早速散歩始まったですね。まあ、我々初代散歩王ですけれども、やっぱりどれぐらい のレベルのものをこう見せていただけるのが楽しみですけどね。あ、すごい、早速コープ見えますね。あ、すごい、すごい、やばいな。もう歩いて信号通ってあれですね。これほど渡ってきて、ここは全域はもともと隣にははい初代特急の天使だった。うん、結構この辺りだとバス使う方も多いんですかね。まあ、通勤とか通学はそうですよね。バス多いんじゃないですかね。ですよね。バス停まで80メーターぐらいですかね、はいはい、現場から非常に近い。荒川さんバスとか使うんですか。一回バスで通ったことあるんですけど、私は慣れなくて。あ、まあ、慣れもありますよね、はい、長町から八木山まで1時間かかったりしますから。あ、乗り方が分かんないと。なるほど、なるほど。ここからバスに乗って10分ぐらいで東仙台駅に到着すると。あ、この生協も結構新しいですね。新しいですね。綺麗。ここ道路をすぐ出てやっぱり商業施設だったりとか、北の方に行くと4号線にもこう出やすいっていうところがやっぱり、はいはい、車を持たれてるご家族に、そうですね、もう優しいし、はい、なおかつ車使わなくても買い物できるっていうのが、ここの土地をですね仕入れる時にはいいなと思ったところですね、はい、まあ、通勤エリアは結構広いく、そうですね、はい、仙台に限らず富谷とか行くとか、はいはいはい、そこら辺の一応4号線使えばアクセスも悪くない。今はもうペット飼われる方非常に多いですよね。多いですね。お買い求めいただいたお客さんです。住宅買っていただいてからペット、はい、猫ちゃん飼っているお客さんもいましたけども、はい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 、非常に可愛かったですね。やっぱりそこもお家求める一つのこう理由にそうだったりするのかな。戸建てだとどうしても周り全然気にならないで、うん、動物飼うのできますから、ね、そうですね。
また商業施設あって、ここに魚べでしょ、ね、回転寿司とか、はい、後楽園とかラーメンあってね、ビール好きの荒川さんにとってはなんていう話をあの散歩でさせてもらいましたけど、まあ、マンボウも解除になって、そうですね、はい、人は増えましたからね、そうですね、1000円カットの話題で盛り上がってますが、荒川さんは1000円カットじゃないですよね。私は1000円カットじゃないですね、はい、本当に徒歩圏内でやっぱり揃ってるので、はいはい、非常に生活圏は便利、結構お子さんだったら全然使えますもんね、1000円カット、1000円カット、そうですね、はい、ここだと全然歩いていけるんで、動物病院なんかも確かあったと思うので、はいはいはい、あのペット飼ってらっしゃるご家庭なんかも非常にそうですね、いいですよね。私ちょっと小耳に挟んだ情報なんですけど、はいはいはい、この動物病院ってここに新しく移転したらしいんですけど、はいはい、前も鶴ヶ谷で営業してて、結構使ってる方多い、じゃあ、まあ、老舗というか、はい、ここはあの荒川さんとも一緒に歩きましたけど、結構歩道が広くて、すっごい歩きやすかった、はい、あのと記憶してるんですけど、はい、さくらちゃん横になってますね。そうですね。古いものと新しいものがね、混在しててね。幅広い世代ですね。なるほど。なるほど。大好きなラーメン屋さんもありますしね。あ、そうですね、近くにあの熊谷さんありますからね、あのラーメン好きの方もおすすめな、おすすめあの環境になってるかなって思ってます。うちのスタッフもみんな大好きですからね。これほとんど鈴木さんがすごい説明して服部さんがちょっとあのオブザーバー的な感じの散歩ですね。もうちょっとおじさんっぽ感出してくれてもよかったかな。こう名物ですもんね、あの、ね、宮城はずんだんだもんね、はい、私も山形出身なんですけど、はい、まあ、正式に言うと上山ですけど、はいはい、結構仙台ってあの高低差もあって、はいはい、あの建物建てるまでに結構お金かかっちゃうなんていうケースあると思いますけど、鶴ヶ谷は比較的こう、まあ、そこまでの高低差はないのかなと、ね、はい、区画整理もされてて、はい、道路も広くて、まあ、ほぼほぼ道路と土地の敷地がこう、はい、フラットというか、はい、で結構建物建てるまでもそこまでお金がかかんないっていうのは非常にいいですよね、はい、多分山形の方でも抵抗はないぐらいの広さっていうか敷地の広さもあると思うんで、そうですよね、はい、学校もここだと西山小学校になりますけど、明るい道路を通って学校まで行けるので非常にその点はお子さんには安心ですよね。そうですね、まあ、鈴木さんも言ってますけど、はい、多分通学時間帯は結構見守り隊とかもいる、はいはい、あのボランティアでですね、はいはいはい、結構かなり安心して学校通学できると思います、ね、そうですね、小中学校が近いって子育て世代の方から見るとどうなんですか。西山小の子が全員西山中に行くと思うんですよ、はいはいはい、で、あの周りの環境があまり変わらずに中学校に通えるっていうのは、はいはい、まあ、一般的にこう落ち着いた学業に、はいはいはい、あの集中できるっていう面で非常にいいっては聞きますね、はい、なるほどなるほど、はい、そのまま友達とかも一緒にっていう感じですよ ね、 ね、はい、まあ、あの改めて散歩見ましたけど、やっぱ場所が非常に住みやすいというか、はい、子育てとかそういった世帯の方からは非常に、よくあの暮らしてこう行っていただけるのかななんていう場所でしたね、はいはい、そうですね、まあ、生活住んでからのイメージって割とこうつきやすいというか、はいはい、便利だなっていう印象でお伝えできたかななんて思いますね。そうですね、はい、実際にはお客様ですね、買いたいということで二頭ともですね、二頭とも制約とちょっとなって、はい、しまいました。平成とかあとはあの完成している物件だとあの紙幣町とか青葉区の紙幣町とか、まあ、いろいろ建て売りの方を着々とですね、はい、進めてますので、ぜひ
お問い合わせいただきたいですね、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。初のなんだ声だけの出演、声だけの出演、新鮮な気持ちでやらせてもらいました。新鮮な気持ちまたよろしくお願いします。お願いします。